ゴールド免許。ゴールド免許とは、有料運転者で、有料運転者講習対象者に交付される、運転免許証の通称で、有効期限表示部分の地の色が金色となっている。正式には、有料運転者免許証と称する。ゴールド免許は、運転免許証の更新等をした時点で、過去5年以内に加点対象となる交通違反がない。 有料運転者に与えられる運転免許証である。免許証の有効期限記載欄が近帯で表記され、黒枠で有料の文字が付記される。1994年、平成6年5月10日の道路交通法改正で導入された。ゴールド免許となる免許更新時に必要な講習は、有料運転者講習となって、講習時間が30分と短いことから費用が安く。 違反者講習のように運転免許試験場ではなく、最寄りの警察署など、有料運転者免許更新センター、ゴールド免許センターによる更新や、他の都道府県を経由しての更新も可能となる利点がある。さらに、無違反を少なくとも5年間継続できた、リスクの低い運転手であることの証明であるため、自動車保険のうち全ての任意保険で、自動車保険料の割引制度がある。 対象となる5年間は、運転免許証の更新の場合、免許の有効期限年の誕生日から41日、前の日以前の5年間である。ゴールド免許になるかどうかを判定する期間が、運転免許証更新年の誕生日40日、前であり、この時点で交付される運転免許証が、ゴールド免許になるかが決定され、公安委員会からの通知はがきに、有料と反映される。 なお、別の種類の免許、仮運転免許を除くを取得した場合は、当該免許に係る適正試験に合格した日から、過去5年間、となる。運転免許証の有効期限の背景色には3種類、ある。ゴールド免許は、5年間無事故無違反を続けるなどの条件を満たした後、免許更新、または、新規取得をした場合にのみ交付される。って、 自動的に交付されるものではなく、仮に無事込む違反であっても、免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている。いわゆる、うっかり失効の場合、ゴールド免許の交付は認められない。例えば、免許の更新前に、上位免許、普通自動車免許の上位免許は中型、大型自動車免許を取得した場合、この時点で条件をクリアしていれば、ゴールド免許を交付される。 ちなみに、改正、住所変更、限定解除審査や、免許の条件など、利面追記で済む手続きの場合、手続きの時点で、前述の条件を満たしていても、ゴールド免許にはならない。それは、通常の免許更新ではないからであり、その後の免許更新の際に条件を満たせば、ゴールド免許に切り替わる。ゴールド免許保持者は、一般的に、 無事故無違反と思われがちだが、仮に当該免許保持者が交通違反をして無事故無違反でなくなっても、ゴールド免許そのものは一般の免許と同様、次回更新時まで有効である。この状態が俗に金メッキと呼ばれることもある。これは、ゴールド免許自体が該当する免許が更新された時点、正確にはその年の誕生日40日前までの5年。 以内の期間が無事故無違反だったことを証明することのみを目的としているからでた従って、ゴールド免許だけでは免許交付後の違反歴は把握できない。実際に運転をしているドライバーの中には、交通違反と認定されない物損事故を起こしているドライバーもおり、無違反ではあるものの賠償責任の発生する自己履歴はあるというリスクを、ゴールド免許保持者も存在する。 金メッキ免許は次の更新時には、ブルー免許、3年、または5年になるが、その後ゴールド免許に復帰できるのは最後に点数が、加点される違反があった時点から5年以上経って、迎える更新時となる。さらに、制度の歪みとして、ゴールド免許になるかどうかを判定する期間が、免許更新年の誕生日40日前であるということから、この40日間を含めて、 免許更新日までの期間に違反行為があった場合で、交付されるのはゴールド免許となってしまう。こうして免許証更新直近に違反があったにも、かかわらず交付されてしまう。ゴールド免許は、違反歴を参照する期間と免許更新日の時差が、生んだ、近期状態と言える。ただしこの状態は、運転経歴の紹介により違反歴を把握することは、可能である。このため、 バス事業者などの運輸業界や自動車運転従事の職業を中心に就業の際に運転免許証の色の検討のほかにも SD カードの提出が求められることも少なくない。また、運転頻度が低いが自動車を所有している者の,の自動車保険人異保険がゴールド免許保持者について割り引かれるのは運転の安全性と並んで運転の頻度を反映しているからでもあり、 一定の保険契約期間内に事故に遭う確率を考えれば一定の合理性は認められるだろう。免許更新時に参照される違反歴は行政処分としての違反の点数を記録したものである。そのため、その違反に対して反則金を納付せずに刑事裁判となり判決が未確定であったとしても行政処分としての違反歴は記録されている。この場合、 免許更新時点では、有料運転者とはならず、ゴールド免許は交付されない。軽争中の刑事裁判の判決が違反の事実を覆す場合に限って、事後的にゴールド免許が交付されるに過ぎない。運転免許証は、持っていても自ら自動車を運転しないペーパードライバーは、そもそも運転をしないため、無事故無違反者とはなるが、飲酒運転者への車両の提供、 種類の提供、飲酒運転車両へ同乗などの場合、自ら運転していなくても違反点数がつき、ゴールド免許は取得できない。これは、制度上、運転をしない者が全て無違反で、ゴールド免許が更新されていくわけではないことを端的に示したものである。普通自動車一周運転免許の取得後、1年を経過しない運転者は、初心運転者標識、 若葉マークをつけなければならないが、それ以前に原動機付自転車、普通自動二輪などの免許区分で、ゴールド免許対象となる5年間無事故無違反のものは、新たに普通自動車免許を取っても、そのままのゴールド免許である。しかし、普通自動車を運転する場合、1年間は若葉マークをつけて運転しなくてはならない点に変化はない。免許の更新の際に、 ゴールド免許以外の免許証の交付を受けた場合に違反等はしていないなどと主張して公安委員会に対し異義務をし立てや裁判所に対する取り消し訴訟ができるか問題となる。とりわけ一般運転者として扱われた場合には更新期間がゴールド免許と同じ5年であるから訴えの利益が認められるか問題となった。この点、2009年。 平成21年2月27日の最高裁判決は、更新時講習や経由地申請の点に相違があることについては、手続き上の要件の際に過ぎずただちに訴えの利益を肯定できないが、道路交通法は、有運転者の実績を承用し、有料な運転へと免許証保有者を誘導して、交通事故の防止を図る目的で有料運転者で、あることを免許証に記載するとともに、 更新手続き上の優遇措置を講じているとして、有運転者たる地位を法律上の地位として保護する立法政策を特に採用したものであるとして、一般運転者として扱われて更新を受けた者が更新処分の取り消しを求める訴えの利益を認めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。